ジェイコブ・アンドリュー・ノッティンガムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、レッドランズ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ参加所属。2013年の MLB ドラフト6巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズで、プロデビュー。44試合に出場して打率。247。 一本類打、二十打点、四盗塁を記録した。2014年は、アパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビルアストロズでプレーし、48試合に出場して打率。235本類打、二十八打点、三盗塁を記録した。2015年は、A 級クワッドシティリバーバンディッツと、A 級ランカスタージェットホークスでプレーした。年月日に、 スコット・カズミアとのトレードで、ダニエル・メンデンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍後は、参加の A 級ストックトンポーツに配属され、移籍前を含めた3球団合計で119試合に出場して打率、316、17本塁打、82打点に盗塁を記録した。2016年2月12日に、クリス・デイビスとのトレードで、バッパ・ダービーと共に、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。シーズンでは、参加の AA 級ロックシシャッカーズでプレーし、112試合に出場して打率。234、11本類三37打点、9盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2017年も AA 級ックシでプレーし、101試合に出場して打率。 209、9本類打、48打点、7盗塁を記録した。オフの11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人、枠入りした。2018年は、開幕を、AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで迎えた。4月16日に故障者リスト入りした、マニーピーニャに代わって、メジャー初昇格を果たすと、同日のシンシナティレッツ戦では、 途中からマスクをかぶってメジャーデビュー。7回裏の初打席では死球を選んだ。この年メジャーでは9試合に出場して打率200を記録した。なお、トリプル A 級コロラドスプリングスでは50試合に出場して打率281、10本類三36打点に投塁を記録している。2021年4月22日に DF となり、 28日に、ウェーバー工事を経て、シアトルマリナーズへ移籍したが、出場機会がないまま5月1日に、ディエフェとなり、翌2日に、金銭トレードデブルワーズへ復帰した。このシーズン初出場となった、同日のロサンゼルスドジャース戦では、自身初の1試合に本塁打を放った。5月13日にまたしても、ディエフェとなった。2021年5月20日に、 ウェーバー工事を経て、再びマリナーズへ移籍した。6月8日に DF となり、12日にマイナー契約で参加の AAA 級タコマレーニアーズへ配属された。ありがとうございます。